呼ぶ記四十章。主は呼ぶに答えられた。避難する者が全能者と争おうとするのか。神を責める者はそれに答えよ。呼ぶは主に答えた。ああ、私は取るに足りないものです。あなたになんと口答えできるでしょう。私はただ手を口に当てるばかりです。 一度、私は語りました。もう答えません。二度語りました。もう繰り返しません。主は嵐の中から呼ぶに答えられた。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる。私に示せ。あなたは私の裁きを無効にするつもりか。 自分を義とするため、私を不義に定めるのか。あなたには、神のような腕があるのか。神のような声で、雷鳴を轟き渡らせるのか。さあ、誉れと気高さで身を飾り、威厳と意向を身にまとえ。あなたの激しい怒りを吐き散らし、すべて高ぶるものを見て、これを低くせよ。すべて高ぶるものを見て、 これを抑え、悪者どもをその場で踏みにじれ。彼らを共に土の塵の中に隠し、その顔を隠れたところに繋ぎ止めよ。そうすれば、私もあなたを讃えて言う。あなたの右の手は自分を救うことができると。さあ、カバーを見よ。これはあなたと並べて私が作ったもの。 牛のように草をはむ。見よ、その力は腰にあり、その強さは腹の筋にある。尾は杉の木のように垂れ下がり、桃の筋は絡み合っている。骨は青銅の管、肋骨は鉄の棒のようだ。これは神の作品の第一のもの。これを作った者が、その剣でこれに近づく。 山々はこの獣のために産物をもたらし、野の,の獣も皆そこで戯れる。蓮の下にそれは横たわる。足の茂み、沼地の中で。蓮はこれをその陰で覆い、川の柳はこれを囲む。たとえ川が溢れても慌てない。ヨルダン川が口に注ぎ込んでも動じない。 その目を掴んで、これを捕らえられるか。罠にかけて、その鼻を突き通せるか。